はい、どうもことです。じゃあ今回はですね、ハイスタンダードのステイゴールドの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングで、途中タブ譜出しながら解説していくんで、ぜひ最後までよろしくお願いします。で、ね、この曲かなり難しくて、多分ね、結構挫折挑戦するけどなかなか弾けないっていう人多いと思うんで、あのね、イントロがね一番難しくてなかなかないんですけどね、もう入りが一番難しいっていう。結構ね、有名曲の人気な曲とかって意外とシンプルなんか多いんですけど、まあ、この曲に至っては結構難しいんで、多分ね、スピードもかなり速いんで、結構ゆっくりめで練習し始めるのがいいと思います。じゃあまあそんな感じで早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速イントロの部分タブ譜出しながらゆっくり弾きます。はい、じゃあゆっくり解説していきます。この初めなんですけど、3弦の4フレット、4弦の5フレットを押さえながら一発弾いてスライドで繋いでます。あの YouTube のケンさんの解説動画で全部ダウンで3回弾いてたんですけど、まあ、結構、ね、テンポ多分210とか200ぐらいですかね、まあ、そのスピードで3発弾くって結構難しいんで、まあ、スライドの方がいいかなと思います。はい、で次アップで一回一回区切ってます。右手は両方アップですね。でここなんですけど、まあ、ちょっとスライド気味に入って、2弦の7フレットと3弦の5フレット同時に弾いてから加工してます。で次はここで、2弦の2フレット3弦の2フレットに行ってます。ここも同じですね、2弦の、8フレットまで、はい、これの繰り返しです。で最後が、こんな感じです。結構難しいんで、実際弾くとき周りの音とかもあるんで、まあ、勢いでいけるっちゃいけるんですけど、まあ、結構音しっかりミュートして正確に弾こうと思ったらなかなかの難易度だと思います。はい、じゃあ次 A メロいきます。タブー出しながらゆっくり弾きます。ちょっと最後右手のストローク狂いましたけど、ここは全部パワーコードですね。で右手は基本的にずっとこのリズムですね。結構パンクロック系の人とかこんな感じでダウンダウンアップダウンダウンアップって弾く人多いんで、まあどっちでもいいと思います。だからこっちの方がちょっとスピード上がると難しいんで、まあ全然、まあ、これでもいいと思います。はい、ここなんですけども、最初のここですかね、このオンコードの形の、まあ、ちょっと指開く感じになるんですけども、まあ、小指で押さえてる人は結構簡単だと思います。僕中指で押さえてるんでパワーコード、まあ、結構しんどいんですけど、であとは2周目の初めの、まあ、ブリッジミュートの連続ピッキングのとこですかね。まあ、これブリッジの、手の下の部分をブリッジに当てて倍音消してます。こんな感じの、まあ、ズンズンした音ですね。この状態でこんな感じで弾いてます。まあ、ズクズクする時だけ押さえながら弾いて、で最後に離してます。こんな感じです。 A メロは結構簡単なんで、だコードチェンジが多いので、その
なるべくこう次の行動を意識しながら、まあ、素早くこう行動チェンジできるように。じゃあ次サビやっていきます。まあ普通にコード弾きなんですけど、まあパワーコードじゃなくて1から6まで全弦弾いてる形ですね。まだローコードじゃないんで制覇が多いので、まあそれぐらいですかね。あとコードチェンジがかなり早いんで、まあ、そこだけ気をつけていけばできると思います。はい、じゃあ最後に、感想ですかね。途中のオクターブ奏法の部分をやっていきます。はい、こんな感じですね。これは全部オクターブ奏法なんで、まあ、左手が結構横移動が激しくなるんで、まあ、押さえ方っていうよりかはこの横の移動ですね、まあ、これをいかにスムーズにできるかっていうのと、あとは右手のリズムと、あとしっかりミュートして区切る場所区切ってっていう、まあ、メリハリですかね。まあ、ここの加工する部分とか特に、まあ、ここも結構ねスピードが速くなると結構次どこやったっけってなるんで、まあ、結構ね無意識に弾けるぐらい反復練習するのがいいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。じゃあ下の説明欄にあの僕のブログとか、各種 SNS のリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ぜひ最後にグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。